ニューヨークヤンキースのレジェンド、バーニー・ウィリアムス氏がロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平について、投手か打者か、どちらかを選択すべきだ、と語った。フォト、大谷翔平が見せる喜怒哀楽の厳選ショット30枚。パート1、米メディア、スポーツ・イラストラティド、学月1日に、ウィリアムス氏へのインタビューを機にした記事を配信。ウィリアムス氏は大谷を素晴らしい選手と前置きした上で、ある時点で大谷は投手か打者か、どちらを選択すべきだ。彼が快適に、プレー、できる方をね、と語った。このコメントの背景には、大谷の故障が関係している。彼のピッチングとバッティングが最高レベルにあるのは証明されている。ただ、このレベルで投手と打者をこなすには、体に大きな負担がかかる。投手がピッチングだけに専念するのは、相応の理由があるからね、と語っている。ウィリアムス氏は1991年から2006年までヤンキース一筋でプレーしたフランチャイズプレーヤー。98年には首位打者に輝き、外野手としてゴールドグラブ賞を4回受賞し、オールスターゲームには5回選出されている。ウィリアムス氏がつけていた背番号51は、ヤンキースの永久欠番となっている。